ジェムはかつて存在した日本の女性アイドルグループ、ダンスボーカルグループ。2012年に結成、2018年に解散。スーパー、ガールズ、チーキーパレードに続くレーベル第3弾アーティストとしてデビュー、妹分にはワースターがいた。当時の所属事務所はエベックスマネジメント。当時の所属レーベルはアイドルストリート。 二千十二年十二月二十五日、スーパーガールズのクリスマス公演で結成が発表され、スターティングメンバーとして、金沢、森岡、大関、南口、熊代、村上、武田、坂本、井山、浅川、内村の十一名が公開された。二千十三年四月一日、伊藤、小栗、平野が追加メンバーとして加入、四月七日には、大関が、 アイドルストリートを卒業し、メンバーは13名となった。2013年6月11日、スーパーガールズの日本武道館公演で、正式メンバーとして、金沢、伊藤、森岡、南口、熊代小栗、村上、武田、井山、平野の10名が発表された。2016年6月25日の公演をもって、武田が、 約2年間海外留学するために活動を休止。また、新メンバーとして、野口、西田の2名が加入することを発表。武田が帰国するまでの間は11名体制となった。だが、同年8月31日に、野口の脱退が発表され、以降は10名体制で活動。シックスシングル、スポットライトから、音楽ディレクターに 175R のインセキックが、 就任したが、2018年3月31日を、もって解散し5年3ヶ月の活動に幕を閉じた。リーダーを務めた、金沢幸は、武道館公演することができなくて本当に悔しい。情けない。と述べている。2021年5月1日の時点で、解散時メンバーの中で a b ク x を離れたのは、伊藤、森岡、熊代小栗、武田である。 一方、元メンバー、元スターティングメンバーを含めて、芸能活動を一切行っていないのは、伊藤、小栗、野口、内村のみである。ジェムには、宝石の意味に加え、ガールズエンターテイメントミクスチャーの意味が込められている。iPop& ダンスグループをコンセプトとし、アーティスト性が強いことを特徴とする。パフォーマンスにおいては、ガツガツ踊り、ガツガツ歌うをコンセプトとする。 統括プロデューサーの樋口はジェムについて、エーベックス王道のダンスボーカルグループをアイドルがやるとこうなるというのを見せたい。振り付けの難易度を高くし、コールを促すような楽曲は目指さないという趣旨の発言をしていた。2016年からコンセプトは100、100%ダンスボーカルグループプラス100%アイドルイコール200%ダンスボーカルアイドルとなっている。 ジェムのメンバーにはそれぞれマイジェムという決められた宝石があり、ジェムのメンバーカラーにあたる。詳細はメンバーの不死を参照のこと。ジェムの楽曲の世界観は大きく、白ジェム、黒ジェムの二つに分類された。のように対極的な意味合いを持ち、楽曲やパフォーマンスの触れ幅を表現している。特にサードシングル、スターシャインストーリー以降の楽曲では、 二つの世界観が曖昧にならないように制作者もセパレートしていくと、樋口は語っている。楽曲だけではなく、衣装、セットリスト、その他全体的な構成として、いずれかの世界観をコンセプトとしたライブも行われた。2017年9月18日、ジェムライブ2017イボルブにおいて、ルナフロムジェム、ソルフロムジェムという二つの新グループを発表。ルナは、 ガーリーキュートをコンセプトとし、ジェムの女の子らしさや女の子の可愛いを表現する。ソルはクールエッジをコンセプトとし、歌やダンスを通して、ジェムのかっこいいとなっている部分を表現する。メンバーはルナが金沢、伊藤、森岡、南口、西田。ソルが熊代、小栗、村上、井山、平野。インディーズメジャーメジャーなお。 2017年12月8日に開催予定だったルナフロムジェムの定期公演でルナフロムジェムの新曲が初披露される予定だったが開催中止のため新曲もお蔵入りとなった2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年レーベル内のイベントにも出演するほかイベント終了後の握手会なども開催レギュラー感 番組音楽番組、テレビドラマその他のテレビ番組レギュラーその他の配信、ありがとうございます。